お二人にも出演していただくことになりました。ありがとうございます。YouTube をご覧の皆さん、こんにちは。キャンピングカー TV のタックルでございます。本日は、なんと、スペシャルゲストとして、大輝さんとりさこさんに、来ていただいてます。よろしくお願いします。お願いします。どうですか、このテンションの変わりぐらい。すごいでしょ。最高です。もう、さっきまでお二人のペースでね、のんびりしてたんですけど、こっちはね、もうグイグイと、やらせていただきたいなと。バンライフジャパンのりさこと、大輝です。私たちは家を手放してこのキャンピングカークレソンジャーニーのタイプ R2 人で、今9ヶ月住んでいる、はい、暮らしているところです。はい、はい、で沖縄に、納車してすぐに行って半年ぐらい過ごして、でまた今本州とか関東の方に、旅をしている最中です。はい、すごい経歴ですよ。普通、はい、普通っすよ、はい、まあちょっとツッコミどころいろいろあるんですけど。そうですね、ツッコミどころね、はい、日本一周するパターンでも、はい、沖縄だけは行かないっていう人多いんですよ。ああ、なるほど。沖縄に車持ってくるすごいお金かかるんじゃないですか。そうです、確かにね、はい、それはありますね。なので、うん、ちょっとなんで沖縄だったのかなっていうのをまず聞きたいです。そうですね、これはね、うん、私たちの車が納車されたのが12月の半ばだったので、はい、ちょうどもう寒くなる時期だったんですけど、はい、でまあ、私たちはバンライフ始めてすぐでまだ仕事もあまりなくてお金もね限られてたので、うん、もうお金があるうちに一番行きたいところに行こうと。なるほどね。はい、沖縄のキャンピングカー事情気になりますわ。はいはい、キャンピングカー走ってますか、沖縄って。走ってます。あ、走ってるんだ。はい、ちょうど私たちが行ったのが12月の末だったんで、うん、年末だったんですけど、その頃に何台か見かけて、うん、で出会った方と話をしたら、うん、なんか毎年もう冬に沖縄に来て、で春くらいから北海道に移動する、なんか団体とか桜前線と同じような、そう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 、そういう感じ。そういう車がもう毎年何台かいるよって教えてくれて、はい、すごいな。なので実際その車中泊ポイントで、まあ、5台とかは結構いたね、うんうん、常にね。あ、そうですか。どこの道の駅行ったりしてもいました。あ、そうなんだ。じゃあ道路事情とかは普通に運転は別に道幅とかは問題ない、うん、いや主要道路に限って。いや、そうですよ ね、 そうですね。沖縄一本入るとすっごい狭いというか。すっごい狭いです。うんうん、うん、あとなんかガタガタが多いから、うんうんうん、かなり気をつけて、もう4月5月過ぎたあたりではキャンピングカーほとんどいなくなりました。誰もいなかったですね。そっか、じゃあ最後の一人っていうかみんなお見送りしていらっしゃいしてそういうことですね。そうなんです。でも今までこう大きな事故とか、はい、そういうこともなく、ないですね、今は無事に来てるということで、そうですね、これからもね、はい、安全運転で旅を続けてほしいなと思うわけなんですけど、はい、このね車、うん、僕もクレソン大好き人間で、はい、お二人がクレソンにした理由、りさこさんどう、何が決め手だったんですか。うん、もう私たちは住むっていうのがもう大前提だったので、うん、もうこのレイアウトで、うん、マルチルームと広いベッドルームがある。そしてこの2人のソファ、この大型のね、なんで住むっていうのを想定した時にもうタイプの R が一番ぴったりだったなっていうところですね。お二人で旅をするから基本的にここがこう対面式のダイネットである必要はむしろなくて、はい、そうですね、だったら二人で横並びにご飯食べれたりとか、うん、ここのペーススペースと、うん、このマルチルームとベッドって考えると、そもそもこのレイアウトやってるキャンピングカーがほとんどない。そうなんです、ないですよね。そうそうそう、うん、なんでもう必然的にあこれっていう感じで。あ、そうなんですか。はい、はい、でクレソンを知ったのはどういう経緯で知ったんですか。これはもうたまたまなんですよ。たまたま地元から車で10分ぐらいのところに夏 RV の愛知店があったんです。でそこに一番最初に行った。へー、そしてその場で契約した。
なのですごっ。そう、1店舗しか行ってないんですよ。まあ、買う前にはこのタイプあるクレソンのタイプある形がいいね、うん、これが2人にはぴったりだねっていうところから来てますけど、はい、この9ヶ月経ってクレソンどうです、うん、好きなところとかどうです、使いやすさ。そうですね、僕はなんかこの設計がものすごく計算されてるっていうのが使いながら分かってきて、うんうん、要はその棚の高さとか、あ、そう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 、その扉の大きさとかね、うん、なんか当たらないように全部作られてるし、そうなんですよ、いろんなこのソファーの長さとか幅とかっていうのが使いやすいなっていうのをすごい感じました、うんうんうん、使うほど感動する、感動する、ライトが、あ、ここにちょうど欲しいとこにある、そうそうそう、ここだけじゃなくてこっちにもあるし、そうそうそう、料理するときにここもあるし、うん、そういいよな、そのクレソンの、いや、クレソンの話だったら本当にあとね6時間できるこの動画第7章ぐらいまでいけるかなと思うんですけどね、はいはいはい、なるほどね。逆に、はい、じゃあそのタックルさんが長年というかね、うん、クレソンに親しんできて、はいはい、いいなって思うとこは何かありますか。あのね、クレソンはやっぱコスパがいいですよ。あ、なるほど。まあもちろんキャンピングカーなんで、はい、なんて言うでしょう、ポケットにね小銭握りしめて買う額じゃないですけど、うん、でもこの装備、はい、と考えた時にこの値段の価値はある。あ、なるほどね。であともう一つはこのジャーニーになって、うん、あのアルミパネル、あ、じゃあごめんなさい、と FRP のパネル構造に変わったんですよ、はいはい、で今までは一体成型ボディといって、はい、まあ、型を流して上にパコンってはめてたのが、うん、よりこう断熱性が高くなったりとか、うん、 あとね静音性っていうんですか、はい、は高くなった気がしますね。ああ、そうか、そのね断熱はねすごいなと思いましたよ、うん、そうで、そうそう、夏場沖縄でね、はい、ある程度日差しあってもその、うん、なんていうかな、そこまでそうそのなんか暑さを感じないっていうかね、普通の車だったら車の方が暑くて、うん、そうですけどね、こうやって窓を網戸にしてね、やってるとかなり過ごせます、うんうん、そうですよね、はい、そうなのでそのあたりの構造とかも、うん、いや、クレソンでこの価格でここまでやってくれるかっていう、そうですね。勉強になったね。いやいや、ね、後ろのベッドも分厚いし、はい、そういったところもあるということで、ね、そうだね、はい、ベッドもね感動しました。感動したね、こんなふかふかなベッド、びっくりしましたよ、うん、そう、といったところもありますんで、はい、で、ちょっとここでお知らせ、まあ、これちょっと使うか分かりませんけど、はい、ここで1個お知らせ、はい、10月末、うん、私タックル、そこにですねトークショーのゲストとして出演することが決まったわけなんですが、はい、お二人にも出演していただくことになりました。ありがとうございます。ということなので、ぜひお二人の実際のねキャンピングカーのキャンピングカーライフの話、はい、このクレソンのお話とかもまた当日直接いろいろとお話伺いたいなとも思ってますので、ちょっとじゃあ意気込みをぜひ。はい、分かりました、はい、じゃあ稲美ちゃんからどうぞ、はい、私すごく楽しみです。僕もね、はい、本当ただただただ楽しみで、まあバンライフのね様子をなんか伝えられたらいいなと思います、うん、はい、はい、ということで、まあ、僕はお二人の良さを引き出せるようにMC も含めて頑張りたいと思いますのでよろしくお願いします、はいはい、よろしくお願いします。ということで本日ご出演いただいたお二人の、動画の URL、はい、概要欄に貼っときますので、ぜひですね、はい、そちらも見ていただければと思います、はい、ということでそれではまた、さようなら、さようなら。